今や我々の生活に欠かすことのできない小型化されたパソコン。しかし今からおよそ40年前の1980年代は大型のパソコンが主流だった。そんな中、あえて小型化に注力し、世界初のラップトップパソコンを発売したのが現在のダイナブック株式会社。持ち出すという特定の用途についてはこれが当たりまして、ディスラプティブイノベーションの先行事例だと思ってます。その蓄積された技術力やノウハウで、軽量、薄型、堅牢、長時間駆動、快適さを徹底的に追求。こんなテストがされているとは思いませんでした。しかし、ここまでの道のりは決して平坦ではなかった。当時の東芝がいろんなことがあって、 PC 事業というのは東芝にとってはコア事業ではなくなったと。その後、2018年にシャープのグループ会社に入り、2019年にはダイナブック株式会社として新たに舵を切った。現在ダイナブックはシャープとのシナジーを生かしながら、2つの取り組みを中心にさまざまな事業を展開。コンピューターでどんどん自動化されている分野っていうのはあるものの、やっぱり人がやらなきゃいけないものがずっと残っていくであろうということで、人の働き方をサポートできるソリューションがこのように広がっていく。今求められている教育がタブレットを使うことによって実現できる、これ本当なんです。急速にコモディティ化が進むパソコン、ダイナブックは生き残りをかけてひたすら前に進み続ける。ダイナブックっていうのはハードウェアのブランドではありますけれども、ダイナブックアザコンピューティング、ダイナブックアザサービスというコンセプトを訴求していきたいなと。コンピューティングとサービスで世界を変えるダイナブックの挑戦、賢者の選択、フュージョン。賢者の選択フュージョン、ナビゲーターの蟹瀬誠一です。坪井杏奈です。改めて本日のゲストをご紹介します。ダイナブック株式会社代表取締役社長 CEO 角藤清文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、冒頭の VTR でもご紹介がありましたが、本日は1985年に発売された初号機をお持ちいただきました。触ってもいいですか？ぜひ。あ、重たこんな重たかったっけ本当に重いですよこれ。だけどこれは画期的なやっぱり製品だったですよね。なぜ小型化に取り組まれたんですか？当時はやっぱりみんなデスクトップ PC ですから、人の方が PC に行って、はい、そこでしか作業ができない、これをなんとか場所を選べるようにできないかという要望もありましたし、お客様と話しているうちにやっぱり顕在化してきたということですね。でもちろんこれデスクトップに比べると処理速度ですとかメモリーのサイズもデスクトップが大きいわけで、これ自身は機能としては若干劣るんですけれども、持ち出すという特定の用途についてはこれがやっぱり当たりまして、ディスラプティブイノベーションの先行事例だと思ってます。だけどこういう新しいのをやるときっていうのは必ず社内でもね、こう反対意見とか出たと思うんですけれども、そのあたりはどうだったんですか？当時の東芝のブランドを使わないでやりなさいとかですね、いろんな議論があって、その中でいろんな国があってリスクが分散できるということで、1985年にヨーロッパでこの初号機を売り出したというのが最初ですね。なんか PC っていうとアメリカっていうイメージがあるんですけど、やっぱりヨーロッパから始めたっていうのはそれなりの理由があったわけですね。当時は中古車1台が買えるくらいの値段だったが、販売開始からおよそ2年で1万台が売れるなど大ヒット。この成功を機に本格的に PC ハードウェア市場へ参入を果たした。その後ダイナブックはモバイルを中心に事業を展開、ブランドコンセプトとしてダイナブックビジョンを掲げた。ダイナブックビジョンとは具体的にはどのようなビジョンを掲げていらっしゃるんですか？元はアメリカのコンピューター学者であるアラン・ケイのダイナブックビジョンというところから来ているんですけれども、はい、その中で彼は本当のコンピューティングっていうのは本を超える知的生産の道具でなければいけないということを言っています。
でそういう意味でコンピューティングというのは本来は人に寄り添い、人を支える、これが本当のパーソナルコンピューティングだということを1960年代にそういうことを提唱してまして、それをまあ我々が89年にダイナブックというブランドとして採用したと。もう彼はその頃にこう簡単に持って歩けるパソコンというイメージを持ってたということですね。そうだと思います。1989年にダイナブックビジョンを掲げてから30年、これまでの技術ノウハウを凝縮して作られたのが30周年記念モデルダイナブック G シリーズ。お持ちになると分かりますけれども、はい、こういう感じですね。もうまず軽さですね。これだけどこの軽くて薄い中に相当な技術が入ってるわけでしょ。モバイルっていうと軽量薄い、それに堅牢と長時間駆動というところがないと、本当の意味でユーザーさんのニーズにお応えできないので、それをずっと30年間やってきたということになります。僕も若い頃ね、そのダイナブックに出会った時に、はい、とにかくアメリカの軍なんかの人も言ってたんだけど、これはもうとにかく強い丈夫だと、はい、っていうことで結構採用したっていう話聞きましたけど、この堅牢性っていうのはずっとやっぱり伝統的に続いてるってことですね。そうですね、軽量薄い堅牢といったところ、これは技術的には互いに絡み合ってる部分があるんですね。で軽さについてはこれマグネシウムの合金の筐体を使ってるんですけれども、その他にやっぱりフットプリントを小さくすることによって驚愕縁にして同じスクリーンサイズでもできるだけ小さくするっていう作りで軽さを追求してます。その一方で壊れてしまったらしょうがないので、基板を支えているところには筐体の中でもマグネシウムを厚くする、で他のところを薄くするとか、それで堅牢性を出してると。中でこう熱発生しますよね。熱処理もこれも重要な技術の一つで、空気の流れ、これをシミュレーションする、まあ、技術というかですね、ノウハウが蓄積されてますので、ファンの位置を最適なところにつける、であんまりファンが作動しすぎると今度はバッテリーを食うので駆動時間が下がるので、ファンの位置とバッテリーの駆動、これを最適化するような技術を蓄積をしてるんですね。私は今東京都立川市にあるダイナブック立川事業所に来ています。早速お邪魔したいと思います。立川事業所ではダイナブックシリーズの研究開発だけでなく、中国広州にある自社工場とダイレクトにつなぎ、生産目標や生産状況、現場の課題や問題など緊密にコミュニケーションを取ることで生産性向上に役立てている。また立川事業所ではパソコンの性能評価テストも行っている。こちらではどのようなテストをされてるんですか？こちらではお客様が誤ってパソコンを落とした時の信頼性を確保するために、中のハードディスクとかが壊れてないとか、そういうことを確認するための信頼性試験になってます。落とします。はい、なかなか荒々しく落とされましたね、はい。これで大丈夫なんですか？本当に今からこれを壊れてないことを証明します。はい、お、つきましたね。やっぱりパソコンってすごくこう精密な機械だという意識があったので、はい、あんな風に落としたらすぐに壊れちゃうんじゃないかなって。持ち運びをするので、はい、お客様が誤って落とす場合に壊れないよう設計をしている。1台につき何回ぐらいこのテストはされるんですか？合計で26回。26回もいろんな角度で落とします。なんかこれから落としても不安にならないようになりました。落とさない方がいいんですよ。そうですよね、はい、すごい。こちらは何のテストをされてるんですか？こちらはですね、パソコンのキーボードの信頼性試験をやってます。はい、かなり継続して押されているように見えますけれども、はい、何回ぐらい押すんですか？数万回以上押してます。数万回も押しても、まあ、通常通り使えるという、はい、そう、はい、そうなんですね。こちらで行われているのは液晶画面の開閉テスト。なぜこのテストが必要なのかというのが疑問なんですか？お客様が1日に液晶を多分10回以上は開け閉めされるので、それが毎日あと何年という形でやられると、この耐久試験をしておかないとすぐに壊れてしまうとお客様に迷惑かかる。
あまりに単純なこう動作だったので、はい、こんなテストがされているとは思いませんでした、はい、細部にこだわってある程度の試験をやってますので、お客様に長く安心して快適に使っていただけるように設計してます。ダイナブックでは自社の性能評価テストだけでなく、客観的な評価テストとしてドイツの認証機関TÜV ラインランドに委託し、堅牢性テストを実施。さらに2017年にはアメリカ国防総省が制定したミル規格に準拠するテストもクリア。こうした世界的な評価テストをクリアすることで、開発当初から目指してきた薄さと軽さ、そして堅牢性を兼ね備えていることが証明された。ノート PC これ自身はやっぱりどんどんあのコモディティ化っていうのは進むんですけれども、再稼できるところのノウハウの蓄積というものはですね、引き継いでいって、まあ、拡充もしていかなきゃいけないなと、そういうふうに考えてます。このダイナブック本当に技術的に優れているっていうところはよく分かったんですけれども、それ以外にいろんなあのサービスといいますかあると思うんですけど、その辺のこう差別化にはどういうことをやってらっしゃるんですか。弊社は商品の企画開発からですね、設計、生産、販売、アフターサービスまで含めて、全部一つの会社でできる体制になってます。これは日本メーカーの中でも唯一で、お客さんの声をですね、すぐに聞いた上で開発ですとか設計ですとかサービスにフィードバックできると、これは利点になってます。割合としては企業へ向けたサービスというのが中心なんでしょうか。いえ、企業だけではなくて、いわゆる B2C ですね、個人のお客様に対してもですね、ポッシュですとかサービスの対応は我々の会社で請け負っています。なのでその他に個人のお客様に対しては安心サポートという電話で対応させていただいているということもやってます。東芝ではダイナブックブランドとして長年にわたり世界のノート PC 市場でトップシェアを維持。しかし2018年大きな転換期が訪れる。ダイナブックって言いますとね、私の世代だとやっぱり東芝のダイナブックというイメージが今でもちょっと強いんですけれどもね。しかし東芝は2015年でしたかね、不適切な会計の問題とかいろいろ起きて、2018年にシャープのグループ企業になられたわけですよね。はい、このあたりっていうのはやっぱ相当いろんな経緯がおありだったと思うんですが、当時の東芝がいろんなことがあって、で、まあ、会社の方針としても社会インフラの事業に経営資源を投入するという判断をしたと、そういう意味では PC 事業というのは、東芝にとってはコア事業ではなくなったと。一方でシャープは AIoT というコンセプトを訴求しようとしていたわけですけれども、その中で PC の技術と商品としての PC、これは非常に重要だという判断で、まあ、お声がかかったと。まあ、いろんな企業がですね、こう2つ違うものがくっついた時にこう企業文化の違いということでギクシャクすることありますよね。そのあたりどうだったんでしょう。社名が非常にいい例で、シャープの傘下に入ってスタートした時にですね、東芝の干渉のついた会社名を、で今後どうするんだという話をしてまして、シャープの方からはダイナブックっていう認知されたブランドがあるんだから、まずそれを会社名にしたらどうですかと、シャープの方から提案があって、統合後3ヶ月でダイナブック株式会社という社名になったと。そういう意味ではダイナブックのブランドを高く評価をして育成しようという、まあシャープとしての経営の意思を強く感じましたね。2019年1月コンピューティングとサービスを通じて世界を変えるをビジョンに、社名をダイナブック株式会社に変更。現在はグループシナジーを生かして様々な取り組みを行っているという。シャープとのこうグループシナジーですね、はい、これで生まれてきた成果といいますか、具体的な取り組みっていうのはどういうものがあるんですか。我々の PC とシャープのディスプレイを組み合わせていくという形での、まあ、品揃えの拡充、でそういうのもありますし、特に B2C の量販のパートナーとのお付き合いは、はい、もうシャープの販売会社を通してダイナブックを販売してますので、まあ、シャープとダイナブックが一緒に一つの量販で商談をするという体制がもうできてます。それからまあ技術的なことでは、今後は 8K のディスプレイですとか 5G の技術を入れた商品をこちらが
PC に入れる形で商品化をしていくという検討と計画も進んでいます。この他にもダイナブックでは現在2つの分野の取り組みに力を入れているという。やっぱり今オフィスの現場では会議の時間、いろんな人たちの調整をしたりですね、物理的に集まるのかどうかということもありますけれども、そういうことで生産性がなかなか上がりにくい部分がありますよね。全体としてのオフィスの効率性を上げて働き方改革を実現していただこうと、コミュニケーショントゥールとそれから PC デバイス表示装置、それを統合するための構築のサービスも合わせてお客様にご提案できるダイナティームスといったものを商品化をして提案をしていきたいと思ってます。さらにコンピューティングパワーのコアデバイスであるモバイルエッジコンピューティングを使った取り組みも行っているという。モバイルエッジコンピューティングを使った取り組みというのはどういったものなんでしょうか。はい、グラスソリューションとしてスマートグラスを活用してフィールドの方の作業生産性を向上させるようなソリューションに取り組んでおります。今回はパソコンのバッテリーを交換する作業手順を使ってモバイルエッジコンピューターを体験させてもらった。こちらに作業のマニュアルなどを表示することによって実際の現場の作業員の皆様が両手を空けた状態で作業しながら確認しながらというようなことができるようなソリューションになります。まずはパソコンの裏のネジを外すという作業手順を目の前に表示していると。はい、矢印が書かれていますね。はい、こちらの通り順番にまず矢印の通りにネジを外していくと。でこの手順が終わった後に今度はそこでネジの数の確認をすると、合っていたらはいを選択すると。動画ですね今度は。はい、従来の作業手順書紙のようなものですと動きがないので分かりづらいような場合でもこのモバイルエッジコンピューターを使うことによって動画でも目の前に情報を表示して分かりやすく作業手順をガイドできると。モバイルエッジコンピューティングを使うことでさまざまな現場での作業支援が可能になるという。コンピューターでどんどん自動化されている分野っていうのはあるものの、やっぱり人がやらなきゃいけないものがずっと残っていくであろうということで、人にこのようなデバイスをつけることによってそこの人の働き方をサポートできるソリューションがこのように広がっていくというふうに考えています。そしてもう一つの取り組みが教育分野。小中学生一人に一台端末を支給しましょうということで、これはもう国としての方針も決まっているものがありますので、はい、そういう意味では市場としての有望性ももちろんあるんですけれども、やっぱり教育のその学びの改革に IT をどういうふうに絡めていくのかというところで、ハードウェアを納めするということのほかに、やっぱりその深い学びを実現していただくためのですね、ご提案できるものがないかというような取り組みをずっとやっています。こちらはダイナブックとともに ICT を使った教育に取り組んでいる東京学芸大学の森本教授。学校の中にタブレットを持ち込むことによって子どもたちが自ら主体的に学ぶというような形の教室というか授業を作りたいなということで、2016年から一緒に取り組み始めたのが最初です。2016年、島根県益田市、東京学芸大学、そしてダイナブックによる実証研究事業が開始。益田市内の小中学校3校にダイナブックのタブレット端末が導入された。タブレットはどっちかというと本当に教材というよりは、学びの文房具に近いですね。自分のタブレットがある、じゃあどう使おうか、これ写真撮れるな、写真撮ったら指を指してこう説明したり、相手にどう伝えればいいんだろう、対話的になるんですよね。思考が誘発されて思考して判断して表現する、今求められている教育がタブレットを使うことによって実現できる、これ本当なんです。森本教授によると、これからの教育は共同で何ができるかを考えることが重要だという。企業の人たちができること、学校の先生ができることはもちろんそうなんだけれども、一緒に共同して何ができるかっていうところが一番大切で、それぞれが何かをするんじゃなくて一緒に子どもたちに
大切なサービスを提供していく、そういうような形を作っていければいいかなと思います。今後の展開についてはどのようにお考えですか？そうですね、サービスですとかソリューションといったところにもう少しビジネスの軸足を広げて事業展開を広い目線でやっていきたいなと。ダイナブックっていうのはハードウェアのブランドではありますけれども、まあ、ダイナブックアザコンピューティング、ダイナブックアザサービスというコンセプトを訴求していきたいなと思ってます。まあ、今お話伺ってますとね、やっぱりダイナブックっていうのはいろんな形でイノベーションを繰り返して成長してきてますよね。はい、でそれがそのハードのところからソフトの方へ、まあ、ソリューションビジネスっていうこのさらに間口の広いところへ向かってらっしゃるっていうのは僕は非常にこれから期待を持てるなと思いますし、我々個人のその生活もいろいろ課題があるから、その課題を解決してくれるアイデアっていうものを形にしていただきたいなと。そうですね、期待してますんで。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。